かがり火の幻想的な雰囲気でお気づきの方もいらっしゃるかと思います。続いては国の重要無形民俗文化財で去年ユネスコの無形文化遺産にも登録された宇後町の西馬内の盆踊りです。西馬内の盆踊りは毎年8月16日から18日までの3日間町の中心街本町通りで行われています。今から700年余り前、元信という修行僧によってもたらされた法然祈願の踊りと、慶長6年1601年に西馬内城主小野寺一族が滅びた際に維新たちが主君を偲んで捧げた盆供養の踊りとが融合し今の姿になったと伝えられています。深くかぶった編みがさに艶やかな羽縫い衣装、亡者を思わせる彦佐頭巾に藍染めの踊り浴衣の老若男女がかがり火の列を挟んで踊る姿は幻想的です。それでは西馬内盆踊り保存会の皆さん、よろしくお願いいたします。
飾っておく。
ありがとうございました。宇後町の西もだいの盆踊りでした。ありがとうございました。いや、かがり火の周りが踊って幻想的でしたね。会場の雰囲気が一気に変わりますよね。はい。さあ、それではここでですね、踊り手の方にお話を伺いましょう。それではどうぞお上がりください。ステージの上にお越しください。皆様拍手でお迎えください。西もだいの盆踊り保存会のお二人です。どうぞステージ中央にお越しください。羽縫い衣装の栗林紗恵子さんと藍染め衣装の和賀陽子さんです。さあ、お二方、今日のステージありがとうございます。今のご覧になっている方もですね、ちょっとお二方のお顔が見たいなと思っていらっしゃる方、拍手が起きていますが、ちょっと私も気になっていたんですよね。いかがでしょうか。会話をしております。今会議が起きています。せっかくのお楽しみのところ申し訳ないんですが、今日はお顔はシークレットだったか。シークレットだったか。やっぱ現地に行かないと。そうですよね。ではですね、お話を伺いしていきます。さあ、先ほど地口の歌詞の中にもユネスコ登録と歌っていましたよね。去年のユネスコ無形文化遺産登録で地元の盛り上がりはいかがでしたか。栗林さん、ちょうど1年ほど前になるんですけども、ユネスコの世界遺産無形登録ということで、当日発表の日は関係者、保存会、会員など揃いまして、ライブの配信でちょうどスクリーンで登録の瞬間を皆さんで分かち合ったところです。その時の喜び覚えていらっしゃいますでしょうか。はい、昔から地元にある盆踊りでしたけども、改めてこう世界に向けた世界遺産として登録されたということで感激もひとしおでした。ではですね、和賀さん、踊りの際に意識していること、そしてね、私も相葉さんも見ててうっとりだったんですけども、やっぱりその妖艶さ気になりますよね。そういった秘訣、踊りで意識していること、特に妖艶さの秘訣教えていただけますでしょうか。踊るときはまず手の方をまずこう揃えて踊るっていうのをすごく意識してますね。すごく西もだい盆踊りの特徴で、こう指先が反ってるように見えるんですけども、反ってるように見えます。ように見えるんですけども、やっぱ手指先をこうくきれいにくっつけて踊ることをまず意識していただけると、はい、結構やっぱでポーズでこう指をしっかりと開く、はい、揃えるっていうのがすごくきれいに見える秘訣です。はい、あと妖艶さっていうのはやっぱ多分この衣装と西もだい盆踊りの雰囲気っていうのから多分来てると思うんですけども、やっぱりこう顔も見えないで、はい、っていうところでやっぱりいろんな想像をかきたてると思いますので、はい、そういうところもあると思います。インタビューももうシークレットで、はい、いろいろとご想像しております。それではですね、今後受け継いでいくためにどんなことを心がけているのか、まず栗林さんからお話伺ってもよろしいでしょうか。ユネスコの世界遺産に登録されたということもあるんですが、昔から700年以上も受け継がれてきた伝統ですので、たやすことなく伝統を保存継承していきながら、また自身も踊りをまたさらに楽しみながら携わっていきたいと思っています。では和賀さんはいかがでしょうか。栗林さんと一緒で、これからもまず自分自身も、ずっと踊り続けて、で今保存会ももちろんなんですけども、町の方で、子ども園、小学校、中学校、高校の方にも学習の方とかクラブの方とかで、指導
なりとかいうことで感じで行ってますので、そうやったの未来の子どもたちにもどんどん西もない盆踊りの魅力を伝えていけるように頑張っていきたいと思います。子どもたちへ次世代へということですね。本当にお二人ありがとうございました。西もない盆踊り保存会の皆様でした。どうぞ大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。